ゆっくりしていってね。どうも皆さん、電も2号です。電も1号です。あ、誰も言うと思ったかい？その程度、その程度範囲内だよ。かつて、世界を破滅させた力。さあ。皆さんどうも、ヨーサンダーのアカウント紐付けに失敗して、せっかく作った外人アカウントがおさかになった電も2号です。あれってやり直しできないんですよ。やだろ。皆さんどうも、オープニングの編集で気力を使い果たした連の1号です。俺もそうなんだけど。まあ中の人同じだしね。ってことで今回乗るのは3回目長い日本ピア7駐電車のキリです。あ、でも乗ってみると案外強いよ。どっちだよ。プレステ4版のキリよりずっとマシだから。貫通ねえ、速度でねえ、走行全然熱くねえ。ほらこんな電車やなぁ。ほらこんな電車やなぁ。課金して飛ばすなぁ。ダメです。うーん、このという話は置いといて、現在 C 柄を攻めようとしてるけど、1両が怖いから味方の様子を見ているよ。 DG8 と VK36H が一緒に来てくれるようですね。なんかものすごい微妙なメンツっすね。味方が来てくれるだけありがたいと思え。いやでも A 柄と比べて明らかに戦力が貧弱なん。なら1両で行ってもいいんだが。いやいや、そんなことはありませんね。いいからと比べても、本国内素晴らしい戦力です。わかればよろしい。誰一人、いませんでした。どうやら敵は A 入れ身みたいですね。あれこれ A 側の味方危なくね。いつもならここで裏取りするけど、絶対、返り討ちにあるからここで攻撃するよ。怯えたか。お前は何のためにリンクスになったのだ。ないです。セレンガネキのせいでド M に目覚めた、リンクス O4。でもそうなの？なんか今回アーマード壊れた多い。多くない？中古でラクト2買ったら中にバーックトレイが入っていて、それあったらアーマード壊れが再燃しました。返品しないのか。ライブシリーズ2に面白いからデザインで敬遠してる人も。ちゃんといい思い。え、2は切ったな。死ね。ん？おっと、ヤクパンか。ヤクパンが孤立してますね。自動当選者でこいつがめでったり。よし、ぶち込んでやるぜ。一発しか入れられなかったぞ。しょうがないさ、今日はバレンタインデー。やお、大きいがやる気か。優先者とは名ばかりのこの方法でこの君に。んな機体で勝負する気が、舐められたもんだ。ティーガーは走行が微妙な以外、普通に強いんだよな。逆に考えるんだ、走行が微妙だと。さあ。まあ、キリは貫通がかなり低いから、ティーガーが相手でもしっかり弱点を狙うようにしよう。あのヘルスだったら、課金弾でもよかったと思うんすけど。ノーカウントだ、ノーカウント。いやー、ティーガーに与えたあのダメージも、ノーカウントね。冗談だ。もちろん冗談だけど、アーマードコアのセルフの汎用性高いっすね。サラットセルフ解放するのやめろ。おっと、敵も前に出てきたな。短期で突っ込むのか。そして外していく。お前はロッキーの味方なんだよ。質問が多いね、僕が答えるとでも。一口かしてないんだよな。ここでお互い深くが足りなくて打てないという陣技。すげえ、こいつも深くもっと取れるようにしよう。それ以上取れるようになってたまるか。それなりのアイディアですね。ソ連戦車の深くをなくして、それ以外の戦車の深くをなくします。だなー、何してんだー。あれ、パンプ2ルーリーに積んでたって。75ミリだぞ、現実を見ろ。セラバイ KV2 に車線通ってる。オープンの。ちょっとくらい頭出してもなれへんか。めっちゃこっち見ててきた。今のは死ぬかと思った。でもあの KV2 ボコボコにされてますね。もし俺も続くと。うん、このここからはただの残党が今のでなんですこれ。もう1号の KV2 がいたので。何や、3号の KV2 も。何やるでボール、やめないか。ってことで結果はこちらの勝利。
一バッティだけですね。よくこんな試合を動画化できたな。まあ、妥当はね。まるめちゃくちゃ投稿が遅れてしまい、本当に申し訳ありませんでした。お前はいろんなゲームに手を出しすぎてんだよ。とりあえず言い訳はこの辺にして。まるこの機体の火力は何とも言えない感じだよ。貫通力は 155mm と、前回持ったパンターの速攻と同レベルの貫通力だよ。しかもパンターと違って、精度も微妙だから狙撃は苦手だね。うん、この。だけど、こいつは3発のオートローガーで、1秒間隔で3発撃てて、この弾頭火力はあの、IS をも超えるよ。しかも、弾頭交換時間は10秒ほどと、弾頭火力も割に結構短いからいい、BM はかなり高いよ。なんか変な方専用ですね。次に走行面だけど、走行は、直樹。うん、知ってた。走行が薄いだけじゃなくて、基盤面積も大きいし、地味に、車体下部にエンジン判定があるからかなり、打たれ弱いよ。幸い深くは取れるので、できるだけハルダウンをして、基盤面積を減らすしかありませんね。次に機動力だけどこれも微妙で、最高速度、旋回、加速などのほとんどが、他の通戦車よりやや低いよ。でも回るっちゃ懸念量、爪はそんなに悪くないよ。あと隠蔽はもう察して。仕方ないね。ちなみに、こいつの砲塔はなぜか12トンもあって、あの砲塔ガチガチの T29 よりも重いよ。ええ。砲塔としては高い弾頭火力と DPM、よく取れる深く。砲塔が薄く大きな車体から来る隠蔽の低さ、微妙すぎる機動力とかなり癖が強い車両だよ。480という弾頭火力をいかに叩き込むかが重要な車両だよ。ダメージは落ちますが、ガチンガンを使っても十分なダメージを与えられるので、ぜひ参考に。そんなところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。てかまだバージョン 5.8 のリプレイ残ってるんだよね。使わないでいいんだね。